はい、おはようございます。ラスカルでございます。今回は大食いのイベントがただいま仙台で開催されておりまして、外撮影なのでピンマイクなしでございます。なのでいつもとねちょっと違って音声聞き取りにくいかもしれないんですけれども、ご了承いただければと思います。で、今回ね開催されている大会なんですけど、ホットドッグを使用した早食い大会となっておりまして、まあいろいろなね部門でイベントがあるんですけれども、僕がね出るのはまず予選が3分あって、そこで勝ち進むと9分で合計ね12分でホットドッグバトルを行うという企画なんですけれども、そもそもね予選を勝ち進まないと決勝にも出れないんですが、ガッチーで挑んでいこうと思いますのでよろしくお願いいたします。ただあのいつもの撮影と違ってねガチの早食いなので、ちょっとね食べ方も汚くなってしまうと思います。その点はですねあらかじめご了承いただいて、ご視聴いただければと思います。いやもうちょっとね声聞こえてるんだけど、イベントこんな感じですね。こんな感じでなんかね今回だけじゃなくて、今後もね各地で同じようなイベントを行うみたいなので、ぜひね機会がある方は今後もですねそのホットドッグ大会遊びに来ていただければと思います。ということで僕もちょっとね集中したいので、オープニングはこの辺りにして、この後のね映像はおそらく本番になるかと思います。ぜひねガチの早食いの姿お楽しみください。すいません、個人的にですね今の話だとちょっと足りないなとか分かりにくい部分があったので、改めて不足説明と注意事項のお話をさせていただきます。まずこちらの大会なんですが、予選5人1組が2セット、まあ2組ですねございまして、合計で10人で、予選の試合時間なんですけれども3分、ここの予選でね勝ち抜いた上位5人が本戦で試合時間9分で戦うんですが、今回は予選と決勝これのね合わせた本数が個人の大会結果となります。で今回使用するホットドッグなんですけれども、だいたい1本につき 140g 前後、まあ量とかね質ともに本場アメリカの大会とは別物になっておりまして、ただ食べ方とかはもう水につけたりとか何しても OK というルールでございます。またですね今回の大会は事前エントリー制で一般の方も参加できるような試合になってましたので、万が一の場合を考慮して現場には医療関係者もちろん待機しておりまして、そういった面もバッチリと安全となっております。そしてここは一番大事なところなんですけれども、先ほどねお話ししたように早食いは大変危険な行為です。場合によってはね本当に命に関わる可能性もございますので、この動画をね見て僕も私も試したいって方中にはいらっしゃるかもしれませんが、これね僕らだから練習してる人間だからできる行為であって、絶対に真似はしないでください。で最後の注意なんですけれども、先ほどのルール説明にあったように今回の大会はホットドッグを水につけたりして食べます。もう早食いの競技なので、その分パンとか水が飛び散ったりとか、いわゆる食事のね飲食のマナーにそぐわない、そういったような映像となっておりますので、そういったものが苦手な方はここでですね動画を閉じていただけると幸いです。そういうのがね苦手な方には多分かなり気分が悪い動画になっちゃうかなと思います。選手紹介まいります。まずは大食いラスカル。お願いします。お会いするの今日初めてなんですけど、はい、ラスカルの早食いを僕は今日楽しみに見たいと思います。プレッシャーがすごいですね。目標何本ですか？10本いきたいと思います。3分で10本。はい、さあ続いてまいりましょう。山上さん。山上さんは なんかないの？ないんですよ、僕。特にないの？ないです。もう本名でやってるだけです。うん、いやだからなんかつければいいじゃん。お願いできますか？向こうがおにぎりなんだ、こっちはやっぱうどんだよ。うどんでいきます。うどん。うどん。うどん。いいじゃん、うどん。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 続きまして参りましょう。月岡早瀬さん。黒人さんだぞ。そして最後の一人、柳沢さん。予選2組一体どんな記録が出るのか。さあ早食いの目撃者はあなただ。3分勝負レディーゴー。うわもう水がぐちゃぐちゃ、もうビューって水がもうコップから溢れ出ております。たった3分たった3分でホットドッグが何本何本消えるのか。黒人食えよ。黒人だけがユニフォーム黒になっております。
ってきてんじゃねえよ。さあもう30秒経過しました。もう30秒経過。たった3分に早食いの情熱をかけて決勝進出をかけて、まずはこの10本が消えるのか。とりあえず予選1組最高記録は10本でございました。予選1組を上回る神山さんのおにぎりさんの記録を超える選手はいるのか。残り2分もう1分経ってしまいました。残り2分1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6。おお、大勢ラスカルと、ラスカルとうどんがほぼ同じ。ラスカルとうどんがほぼ同じです。ラスカル、うどん、うどん、ラスカルはなんかまだ若者って感じがするけど、うどんさんは若いんだか年いってんだか分かんない、中途半端な感じがします。うどんさんなんか昨日子供たくさん連れてきてましたよね、はい、うどんさんお子さんたくさん、そうか見てるのね、お子さんがね。さあお父さんの活躍を観客席から小学生のお子さんが見ております。黒人、さあ黒人が顔を振っております。これは食ったふりしてんじゃねえよ。痙攣してるんでしょうか、何なんでしょうか。これそういうゲームじゃねえから。まるでゲームの中のキャラクターのようになっております。残り1分、残り1分、うわうわうわ、残り1分、これ10本いく人いないか、10本いく人いないか。やっぱり10本は大変な記録だったのか。まだ残り3本ある、残り3本ある、残り7本ある、残り、あ、早い、残りあと1本しかない。お、黒人早いぞ、やっぱり。残り30秒、黒人黒人が、黒人が、これお前はお笑い芸人か。さあ20本っていった人間が10本、残り10秒、口に入るのか。4、3、2、1、終了。下ろして、下ろして、口から出たものは下ろして、口から出てるものは下ろして。10本どうしていかなかったんだろう。ウインナーが飲みにくかったですね。ウインナーが飲めなかった。さあどうでしたか、はい、10本はやっぱりいけなかったですね。昨日練習自宅でやったんですけど、正直それよりも早く食べれてるので、この後決勝で、はい、時間も長いですし、マックスさんも半分超えてますんで、僕はこの後も打ち倒したいと思います。で決勝のメンバー発表します。記録順番1位は神山さん10本、続きましてラスカルと、うどんさんが同率ということで、はい、8.5で決勝進出。それで4人目がマックスの8、残り1人が 7.5、 ブッチー。以上のメンバーでこの後すぐ決勝をやります。さあそれでは出場選手入ってきてもらいましょう。おにぎりさん、はい、ちなみに何キロ入ると思ってます、自分の胃袋に。今4キロぐらい。4キロね、で、なるほど、もう多分打ち止めなんじゃないかって。さあ続いてはラスカル、よろしくお願いします。もう3分の戦いの後のすぐの9分の戦いということで、ね、はい、そうですね、全く休憩がないですね、はい、見ていただいている皆さんも、はい、大食いとはまた違ったスポーツ要素といいますか、競技性もまたありますんで、楽しんでいただければと思います。はい、はい、そうですね、3人目でございます。うどんさん、うどんさんどうですか、胃の感じは。いや結構入ってますね。さあ4番目参りましょう。マックスだけお願いします。マックスどうなんだろう、早食いは本当にもう9分間の勝負だけなんですけど、ここにマジ命かけてやってるんで、はい、はい、そうですね、はい、本当にこの9分間に命かけてるんで、真剣な戦い見てください、お願いします。さあということで最後のお一人、ブッチーアス。お、今いい何分目。いやちょっと読めないです。読めない、このメンバーでね、決勝ですからね、はい、隣がチャンピオンなんで、はい、ブチさんめっちゃ緊張してますね。いやもうなんかお腹いっぱいだなと思って。さあこっから真面目に参りましょう、はい、9分間でございます。こっから命がけでございます。
9分間の戦い、早食いホットドッグ日本一が決まります。レディーゴー。もういきなり浸かります。水の中にホットドッグがジャブジャブ浸かっていきます。まずは一山20本一山20本のこのホットドッグが9分間のうちに消えて2パレット目に入っていくことができるのか、20本をまだクリアすることができるのか。頑張れ。絞ってます絞ってますつけてますつけてます絞ってます。さあ救急車の音が聞こえてきました。ここは関係ないです。ああもうまるでマックスがなんかカラオケでマイクで熱唱してるような顔のしてますけど、食べてます食べてます。さあ1位の記録を持ってるおにぎりさんが一体どこまで、自分の胃の容量はそんなにもうないっておっしゃってましたが、どこまで記録を伸ばすのか。もうあっという間に1分経ってしまいました。あっという間の1分間。さあそれぞれがもう食べることに必死。ああなるほどね。ああそうか、やっぱおにぎりさんの動きがやっぱさっきと違うよね。さっきほど躍動的ではないですもんね。今一番躍動的な動きをしているのはマックスだよね。マックスが一番躍動的な動きをしております。飛んだり跳ねたりもう、あそこまで、まるで本当になんか歌ってるようですね。さあもう少しで2分経過になります。2分経過、残り7分マックスさん、頑張れ頑張るな。10個食べました、 8.5個食べました、8個食べました、 7.5 個食べました。それぞれもう3分の予選ですでにそのくらい食べてます。そっからの9分勝負。アメリカのネイサンズでは10分で72個のホットドッグが消えます。それに日本人がチャレンジしようっていう、そんな実力を身につけようっていうこのホットドッグ早食い、さあ果たして第1回は誰がチャンピオンになるのか。今目の前にあるのは35個。アメリカのネイサンズより質のいいパンとあのソーセージですから、食べづらさは日本の方のが全然食べづらいです。さあ跳ねてます跳ねてます跳ねて、胃の中の食べたものを下に落とそう、先に進ませよう。みんなお腹出てますもんね。みんなお腹膨らんでますよ。いけ頑張れ頑張れ。この映像に後でなんかこう歌つけたらこうまるで歌ってるように見えるよね。ね、なんかもう本当にロックミュージシャンみたいだもんね。さあおにぎりさんが辛そうな顔してまいりました。おにぎりさんの動きが、おにぎりさん普段は整体師です。自分の体を自分で整体したりしないんでしょうか。さあブッチヤスはどうだ、ブッチヤスはどうだ。おお、もうお腹パンパン。さあ残り5分を切りました、残り5分を切りました。4分30秒が折り返し地点になります。まだ10本は消えてないもんね。まだ10本は消えてないね。すげえ、伝わんない。意地で引き倒せ、すごいね。さあどうだ、4分30秒経過、残り4分30秒、ここから後半に入ります。半分が過ぎました。あ、ラスカルの動きが、ラスカルの動きが激しくなってきた。人間はこんなにも食べるんですね。
こんなにも食べる、こんなにも急いで食べる、何の目的があってこんなに急いで食べるのか。早飯早くそ芸のうちとは昔言いましたけど、もう食べる、早く食べることに命を懸けてる男が日本全国から今集まって、この5人トップ5チャンピオンに輝くのは誰だ。喉詰まらせないでよ。まあラスカルとかね、マックスとか胃の容量自分で知っておりますからね、8、9、10ぐらいは入る人間ですから、これ時間かければ8、9、10は入るんですけど、たった9分で、たった9分で何キロ入れることができるのか。おにぎりおにぎりさんが、おにぎりさんが困ったちゃんになっちゃったおにぎりさんが困ったちゃんになってまいりました。あー、時間がどんどん過ぎていく。残り3分死なないでマイクが切れた、マイクが切れました、はい。さあもうあと2分30秒でこの戦いもおしまいです。まだ分かりません、全然分かりません、誰がトップなのか全く数が数えられません、分かりません。頑張れ。ああやっぱり、あれ、マックスがやっぱ進んでんだ。マックス早いぞ。マックスが早いね。ラスカル頑張れ。残り2分、マックス行け。あ、これもう見た感じ一番進んでるのやっぱマックスだな。うどん頑張れ。マックスがそのままトップを取るのか。ラスさん頑張って。あの2から3いける、2から3いける。絞ってます、つけて柔らかくして水分を少しでも減らせるように、残り1分30秒ラストスパーチ。いやー、もううわーって声が出てます、ラスカルから声が出てる。まだ誰も動きも止まりません、まだみんな食べ続けてます。おにぎりさん普通に噛んでますおにぎりさんもう飲まなくなりました。やっぱり噛みますよね、やっぱり 噛まないとね、入らないですよね。さあ1分切りました、残り50秒さあどうぞ。いやもう詰め込む、もう口に入ってれば認めます、口に入ってれば認めます。さあどうだ、あと1本、残り30秒さあ第1回のホットドッグバトルイン仙台、チャンピオンは誰だ。残り15、残り10、まだ入れてる、詰め込んで残り3、2、1、終了。はい、皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました。集計結果発表させていただきます。予選と決勝の総合で判断するということで、総合の順位を発表させていただきます。マックス23、山上さん 21.5、 ラスカルは19、ブチヤスが17、おにぎりさんが 15.5、
優勝はマックス鈴木。このメンバー、そしてこの来てくださってる皆様のおかげでこの記録が出せてると思ってるので、はい、僕の力といえば皆様のおかげかなと思いますので、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ラスカルさん、どうでしたか。はい、僕がね、今回負けた原因っていうのは本当に経験不足からなるものだと思いますので、今後のあのイベントを重ねて、経験を重ねて負けないように頑張っていこうと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい。はい、ということで第1回のチャンピオンはマックス鈴木ということで、幕を閉じさせていただきます。ありがとう。ということで皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。小田川で待ってます。はい。